こんにちは、バイエンドです。今回は会えなくても距離をググッと縮めるための会話術についてお話ししていこうと思います。今日のマシュちゃんの状態、あ、まだねこの子飛べないんですけど、めっちゃ泣いてるめっちゃ泣いてる。だいぶ大きくなった。もう今日でね1週間なんですよ、お家に。あ、ごめんね。かわいい。前に初めてマシュを動画に出した時に結構反響が多かったので、今回も特別にまた飛べるようになったらお披露目したいと思います。なんか鶏を飼い始めてから鶏肉をちょっと抵抗してしまう自分がいるんですけど、こういう現象ってあります？皆さんマッシュを飼い始めてから、え、ちょっと鶏肉をなんか食べてもいいのかしらっていう気持ちにちょっと最近ね変わってしまったんですけど、なんか解決方法とかあったら教えてください。話戻すんですけど、会えない状態でも距離を縮める方法ってないですかっていう質問をねいただくんですよ。実際今回は文章上に絞ってなんですけど、会えない状態でも、どういったことをしていくと相手と距離が縮まりやすいかということをお話ししていければと思います。まず一つ目にちょっと大事な、これやった方がいいぜっていうものがちょっとあるので、そちらの方を紹介していこうと思うんですけど、それが返信タイミングなんですね。でこの返信のタイミングって1通2通ちょっとやらかした程度だったらまだ相手が対応してくれる可能性っていうのもあるんですけど、間違ったことをやり続けてしまうと返信タイミングが悪いっていうだけで相手からの返答もすごいこう少なくなってしまう傾向が高くなります。なので相手からもしも連絡が返ってきた時にはぜひ相手と同じタイミングで返してあげることを心がけてください。でこれなんでこういう風にした方がいいかというと、理由は主に2つあるんですけど、1つ目はペーシングという概念が関係しています。ペーシングという概念は呼吸や声の抑揚などを出すスピードっていうのを合わせることによって相手があなたとの一体感を感じやすく、信頼関係があると認識しやすいという意味で用いられることが多いんですけど、相手があなたと話してて落ち着くなってすごい思ったり、あ、この人とは何気ない会話もすごく気楽にできると思えるようになるには、このペーシングが合ってる人の方が感じやすいという傾向があります。なので実際に合ってる場合でも LINE 上での会話でも同じように感じさせることによって、相手がよりあなたと話したいと思えたり、返信を強いられているという感覚を持たずに会話をすることができます。結構相手から返信が来なくなっちゃったなって思う人の多くはすごい強制感が出てしまって返答しないっていう人も結構多かったりするんですよね。なので相手の返信速度とあなたの返信速度が同じだと認識させることができると、この人とは気が合うなと思ってもらいやすくなります。一つ目は類似性の法則から来てるものなんですが、 LINE 会話って基本的に業務連絡以外の場合だと結構意図的に行ってる会話じゃない場合の方が多いと思うんですよね。会話の流れによって、まあ、好きな話だったりとか趣味の話とかたわいもない話っていうのをすることが多いと思うんですが、別の角度で言い換えると、ある意味 LINE 上での会話の多くは日々の習慣や環境の上で成り立っている可能性があります。こういった点から自分と近い習慣や価値感を持っていると認知されやすくなります。例えば極端に早い返信をした時や極端に遅い返信をした時には、相手が、あ、この人は結構 LINE とかせかすタイプの人かって思われたり、この人って LINE 返信めちゃくちゃ遅いタイプの人かって思われたりなど、まあこういった点でも価値観が違うと思われたりするんですよね。類似性の法則というのは相手に仲間意識を持ってもらうためにすごく重要な観点になってくるので、この2つの理由から相手と同じタイミングで返信をすることをお勧めします。ちなみになんですが、相手から質問が来た場合は少し遅めにして返信をするとグッドです。これはつわいがる肉効果というものが関係してるんですが、人間の脳ってすごい面白くて、不完全になった出来事だったり完了はしていないなと思った出来事にほどすごく強い印象や記憶を抱くようになります。例えば代表的なもので言うと、ドラマのめちゃくちゃクライマックスに近いところで CM が突如バンって入った時に、なんだよ今もうちょっとで見れるじゃんかみたいな、こういう時ってすごいありません？この間私は普通にドラマ見ててこれがあったので今ちょっと思い出したんですけど、こういう時ってつわいがり効果を応用してるって言われてるんですね。相手から質問が来てるということはあなたに対して関心興味がゼロではないということの表れなので、そういう時には少し遅らせてあげると、 あの人に質問した内容って結局どうなったんだろうなっていう風に思い返してもらいやすくなったり、早く返信返ってこないかなと思ってもらいやすくなります。全然関係ないんですけど、なんか私今日の頭の形なんかボワッとしすぎて、なんか顔でかく見える、元からか。で
次に具体的なトーク術に関してなんですが、これを解決する方法をお話ししていこうと思うんですが、それがズバリトークに時系列をつけるということです。トラブル11という言葉があります。これは、結構会話全般としてすごい使えるものだったりするので、知らないという人はググっていただければと思うんですけど、簡単に説明すると 5W11 っていうのは What, When, Who, Why, Where の5つの W と How の1つの H を取って 5W11。 これを会話の中で使うことによって相手とこう会話のキャッチボールをしやすくなるよっていうことを指すんですけど、これだけだとすごく会話自体に飽きが来てしまうことっていうのが多いんですよ。実際例えば自分の好きな人がこの間映画に行ってきたっていうことを私が仮に聞いた場合に、どこに行ってきたのとか、誰と行ってきたのとか、なんで行ってきたのとか、これね、ちょっと今聞いた中でも思うと思うんですけど、なんか重くないですか。 5W1H って言い方だけだとすごく使えるテクニックとして有名ではあると思うんですけど、これを全部相手に投げかけようとするとなんかすごい重たい人って思われることが結構多いんですよ。なのでうまく一つの話題を起点としていろんなところに会話をこう持っていくとなると、時系列をつけることを私はおすすめしています。例えば相手が料理が好きっていう話をしてきたら、普通だと、いつからやってるのとか、そこら辺が質問として聞きやすいかだと思うんですけど、その時にじゃあ仮に2年前からやってるよなんていう返答が返ってきたら、意外と最近なんだね、昔は逆に何かやってたのなど、ちょっと昔の話で持っていったりすると、話の中では料理が2年前までやってるっていうことがもう分かっているので、その料理の前の話にすれば料理じゃない話題になることの方が圧倒的に多いと思うんですよね。こういう風に話をスライドさせていくっていうのが時系列をつけていくって話です。次になんですけど、もう一つかなり多く質問でいただくものとして、相手からそもそも連絡が返ってこないっていう、もうね、辛い、バファリン飲みたいっていうぐらい頭痛がするような辛い悩みだと思うんですが、こういう人たちはどういう風に相手からうまく返答を返してもらえばいいかっていう話もちょっとしたいと思います。そもそもなんですけど、返答が返ってこない場合っていうのはいろいろ細かい理由はあるんですけど、大体が2つのタイプです。1つがあなたと話してる話題自体に興味がない場合、これはあなたのことが好きとか嫌いとかではもう関係なくて、そのトークテーマ自体にそんなに興味を持っていないっていう感じですね。もう1つが純粋にあなたに対して興味がない場合、これは酷ではあるんですけど、純粋にあなたと話してるっていうこと自体にそこまでこう興味を持ててないっていうパターンです。大体結局はこの2つのどちらかに行くことが多くて、なのでまず最初に話したあなたとのトークテーマ自体がそんなに興味を示していないっていう場合だったら、先ほどお話ししたように時系列つけて話をフェードアウトしていくっていうことがすごい重要です。何でもそうだと思うんですけど、一つの話ですごいこう話題が盛り上がることってやっぱりピークって絶対あると思います。なのでうまく話を結構こう起点よく切り替えさせていくっていうのがすごい重要になってくると思うので、もしも今ね LINE 止まっちゃってて、自分のことが嫌いというよりかは多分そういう話題でそんな興味持ってないかなみたいに思ってる人がいたら、ぜひフェードアウトしてあげてほしいんですけど、そうじゃなくてあなた自体にそんなにこう興味を持ってないっていう場合で、これはどういうことをやっていけばいいかというと、楽しい空間作りをまず LINE 上でしていくことをおすすめします。空間作りってすごくすごくすごく重要なんですよ。でこれはテリトリー効果というものが関係しているんですが、例えば今結構ねこうクラスとか一クラス、何十人とかってなると必然的にグループってできると思うんですよ。そのグループによってちょっと色って存在しませんか。私は結構ね一匹狼タイプだったので、なかなかねそういうグループとかに入らなかったんですけど、逆に自分のグループがすごい楽しいと他のグループよりも自分のグループの方が勝っているって感じた経験ありませんか。でこれ今ちょっとクラスだと分かりやすい例えかなと思ったのでクラスで例えさせてもらったんですけど、何でもね集団ができればグループってねかなりの確率で存在していくものだと思います。テリトリー効果というのは本来人は他のグループが楽しそうっていうものを見るとそのグループには入れないなと自分で抑制してしまうという特性を指します。これ先ほどもちょっとお話ししたんですけど、逆説的に言うと自分の入ってるグループがすごいこう楽しいという雰囲気をこう醸し出せてるとそのグループの中にもっといたいというふうに自分自身がこうのめり込んでしまうという傾向もあります。 LINE 上っていうのは特にそういったテリトリーを作りやすい環境なんですね。相手と話してる
るっていう時点で専用のまあトーク画面っていうのが出てくるので、一つそれだけでも環境として成り立ってるんですよ。なのでこういったところでより相手とこのトーク画面に行くとめちゃくちゃ楽しいって思えるような雰囲気を作ってあげるっていうのがすごく重要です。具体的にはどういうことをやっていけばいいのと思うかもしれないんですけど、これ実際結構簡単で、まずは相手がいかに笑うか、あるいはいかに癒されるか、この2点を考えてみてほしいです。私は本当に仲良くしたいなと思う人にお笑いの動画だったり、最近見つけた TikTok での笑える動画とか、まずは自分がこう楽しませるギブっていう精神を渡すように私は結構頑張ってます。話してる中で割とすごいこう真面目な会話がねずっと続いてるとかって人とちょっと危ないかもしれないです。そのあなたとのトーク画面に来た時に、私は今からこの人と真面目な話をするんだってい こう先入観のもとでトークをしたりとか、あとはそういう LINE 画面を見てると画面越しに話してるあなたの顔もすごいこう真顔で返答してるっていうことをこう想像しながら相手が LINE をこう打つっていうことが出来上がっちゃったりするので、それをこうなくしてあげるためにあなたも笑かせたりとか癒しの画像とか送ってみるといいと思うんですが、たくさん送ってくるとだんだん相手もそういうものを共有しようってい こう意思になってきたりとか、相手からもすごいこういいアクションが取れてきたりするので、その時にはあこの人とは今結構楽しい話題作りっていうのができているんだなっていう風に思うといいかもしれないです。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。結構ねいろんな方面から会話術っていうところをお話ししていったんですけど、やっぱり LINE とかまあそういう文面上の方が相手のことを意外と印象操作させやすいっていう利点はあるんですよね。例えば LINE でめちゃくちゃ可愛い絵文字とかこう表情が分かる絵文字をたくさん作っていくと、あ画面越しのあなたはこういう表情を今しているんだっていう想像を勝手にこうするので、そういったところからこう楽しい雰囲気だったりとかを作ることもできますし、先ほどお話ししたみたいにまあ動画を送ってみたりとか、まあ、面白いもの癒されるものを送ってみるなどいろんな方向あると思います。でそれ以外でもいろいろ話させていただいたことはあるんですけど、もしも参考にできるものがあればぜひこれからまあメッセージね、いろいろ好きな人とやり取りすることがあればやってみてください。ということで今回の動画以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。バイアンドでした。バイバーイ。うーバン。